Exciting and groovy music and popping folk metal. Saturday night entertainment show. Saturday night level.夜9時半から生放送でお送りしております TBS ラジオライムスターたまのウィークエンドシャッフル。ここからは1時間の特集コーナーサタデーナイトラボの時間です。今夜お届けする企画はこちら、世界一の映画都市東京に住んでいて名画座に行かないやつはバーガー特集急に送りが出してしまいました。はい、今東京は世界一の映画都市であり空前の映画黄金時代なのに、名画座に行かないなんて本当にお前らは前から思っていたがバカだと鼻息荒くお送りする超攻撃的名画座のすすめ、名画座の魅力、ひいては映画体験自体の魅力というかね、そして過去のアーカイブに触れる魅力についてたっぷりと伺っていこうと思います。案内していただくのはまず、名画座の客代表ということで放送作家の高橋洋次さんです。よろしくお願いします。どうも、ランキング以来お世話になりました。お世話になりました、そして、名画座の上映企画も手掛ける娯楽映画研究家の佐藤俊明さんです。どうもよろしくお願いします。はい、どうもどうも。では改めてちょっとお二人の、ご紹介をしておきましょう。高橋洋次さんは、放送作家ライター、1961年まで50歳、火曜ジャンク爆笑問題カウボーイ、サンデージャポンほか、多数の人気番組に関わると、年間劇場で200本見る男としてタマフルの年末恒例、この番組の、恒例企画シネマハズラランキングにレギュラー出演していただいております。ありがとうございます。あと読売新聞夕刊でコラム、アンテナ連載中という、はいはい、という高橋洋次さんと、番組初登場となります佐藤俊明さん、はい、娯楽映画研究家音楽プロデューサー48歳、映画秘宝では、浦山珠緒さんという名義、そうなんです、はい、これね多分映画秘宝読んでる人だーっていうね、はい、東方映画ファンなら分かる名前ですね、はい、そうなんだ、はいはい、で、邦画 DVD の解説企画、また名画座の上映プログラムやプロデュースなども行う、主な著書に植木仁賞、クレイジー TV 大全などがあるということでございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、このちょっと世代先輩2人を前にしてちょっと若輩者としてちょっと緊張感が漂う感じなんですけど、超攻撃的な特集なんですよね今日も主張がこもってるんですもんね。後半だんだんそうなってくんじゃないかな。この番組に何回かあるバカだ特集ってかねバカだ特集ですもんね。はい、ということで今日のテーマを改めて発表したいと思います。今東京は空前の映画黄金時代を迎えている。今東京は世界一の映画都市である。映画体験ってどういうことなのか、この以上3つの観点を中心に初級中級上級と順を追ってお送りしたいと思っております。古い映画から向き合うことの意義みたいな話にもなってきますので、ぜひですね、古い映画は興味ないよなんていう人にも全般にも言えることかもしれないということなので、そうですね、そこを届いたらいいなと思います、ね、はい、古い映画という概念は、うん、取っ払っちゃいましょう今日はね。これはね多分ね、僕がヒップホップという音楽やってるんですけど、多分そことも通じるような話になってくるんじゃないかというふうに想像しております。ではちょっと先生方二大巨頭ちょっとよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、では初級編いってみましょう。今の名画座と昔の名画座、ここが違う、はい、ということなんですけど、ね、ちょっとこのね、今の名画座と昔の名画座というあれに関してちょっとこのリスナーの方からちょうどいいメールいただいてるので、はい、ちょっといいですかこれ読んで、紅のハーロックさん、48歳の男性の方ですけど、昔は飯田橋笠久座、三鷹オスカー、有楽町並木座などに通い詰めたものですが、みんな潰れてしまいました。今の東京に名画座なんてそんなにあるんですかというね、すげえいい質問ですよこれ、ズバリもうね、やらせでこれを入れたかったぐらいのね、質問ドストライクですね、はい、もしなかったらこの企画はないというね。そうですよね、何を言ってるんだって話になりますからね。じゃあ私今の現状に説明させていただきますと、まあ、映画は同時代の新作を見るものというのは大前提ありますけれども、はい、ありていに言いますと、今昔の日本映画がすごいことになっているというちょっと逆説的な表現になる。今昔の日本映画がすごいことになっているということですね、はい、ということを、説明していきたいと思いますけれども、かつての名画座っていうのはですね、銀座並木座、これ98年に亡くなりました。すると大井武蔵野館、これも99年1月に亡くなりました。亀有名画座も99年に亡くなりました、うん、で、笠久座も同様 で残っているのはありますよ、早稲田、三軒茶屋、下高井戸、目黒、新橋、飯田橋、浅草に残ってますが、はい、これは純新作を2本立てで、はい、やや安い料金で上映するということなので、ちょっと前にロードショーにかかってたものがっていう2番館、3番館、はいはい、まあ、例外はありますけれども、
そういう形で名画座残っております。これは昔ながらのあった名画座ってことですね、はい。で今日我々が声を出し台にして言いたいっていうのは、かつてなかった5つのものすごい名画座が今あるということ。かつてなかった5つのものすごい名画座、はい。かつてなかったことはないんですが、かつてあったけどちょっとモードを変えたみたいな、かつての大井武蔵野館のようなと言ったら分かる人は分かると思いますが、はいはいはい、かつての300人劇場の独習上映のようなみたいなものを次から次へとやる5つの名画座があるので、初級編としてはこれをまず覚えて書いてくださいね、はい。言います。あ、その5つの映画館、はい、はい。ラピュタ阿佐ヶ谷、これ1998年11月にオープンしてます。つまり並木座武蔵野館なんかが、うん、終わる頃に始まる、始まって、はい。でそれの翌々年、新文芸座が2000年に12月ですがオープンします。つまり文芸座が復活したんです。文芸座は97年に閉館して、で建物が新しくなって新文芸座として2000年にリニューアルオープンで、そこからですね、しばらく経つんですけれども、2006年にシネマベーラ渋谷という名画座が誕生します、はい。でその翌年、神保町シアターという名画座が2007年に誕生します。2007年だね、はい。で2000、その翌年、2008年より銀座シネパトスというのはスクリーン3つあるんですけれども、はい、そのうちの1つを名画座1000円という形でこの、日本映画、昔の映画、日本映画がすごいことになっているのを見せる映画館として参入して、うん、この5つっていうのが今僕らのような名画さんっていうのは常に頭の中に入れてあって、はいはい。いや 今どこであそこであれがやってるぞなんていう、そういうシーンが、で今日はあれとあれを見逃した、今日はあれとあれを見逃した、あ、そういうような見たじゃなくても見逃したんです、はい。しのぎを削り、しのぎ見ることにいい感じ、戦国時代ですね。ああ、なるほど。名画座戦国時代がやって、まあ、あの例外的なことがいくつかありまして、新文芸座はこういうアーカイブ的なものをガーンとやる2つの間に、例えば今日からだったらアジョシとゴーストライターの時にそういう昔ながらの、その安く見れますよっていうのもやってる、そういうのもやってたりとか、はい。あと、他は大体一つのくくりである特集を組んで、はい。で20本から30本から40本っていうのを、うん、日替わりだったり 3,4 日サイクルで、はいはい、これもうどん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 入れ替えて上映しているという、はいはい。それ知ってる人はもう 何人ぐらいその名画座シーンをあっちしのぎ削ってるんですかね。佐藤さんどうでしょう。大体あの名画座というのは、はい、神保町シアターで100席、はい。新文芸座で166席、うん、まあ大体その前後だと思います、はいはいはい、100人から200人の間、はい。その方々、大体同じ方が回遊されてるんです、うん、回遊、回遊されてる、大事なことは、はいはい、全ての映画館でネタが被らない、あー、これだけいっぱいやっていてもお互いライバルだけどうまくこう共存し合ってる、なるほどなるほど。でそれがしかも全てフィルムアーカイブ的な意味で監督特集だったり、はいはいはい、ジャンル特集だったり、うん、ミステリー特集だったり、お色気特集だったり、はい。で中級編へのブリッジとなる僕のなんだこれはって気がついたことがあるんですけども、はい、僕50歳ですよ。そんな法政大学の英検とかにいる20歳の頃なんていうのはやっぱり皆さんと同じように文芸地下行って、はい、古い日本映画とか、はい、いっぱい見た、見てたりして、あとまあその後ビデオで DVD の時代になって、はい、日本映画の全体像みたいなのってまあこんなもんだろうなって、俺はこれはこの監督全部見た、はいはい、この監督はこれとこれを見逃してるなぐらいの気持ちでいたんですが、はいはいはい、見てないまでもまあまあ知ってるとかっていうのそれがめちゃくちゃ甘っちょろいことだってことがね分かったんですよ。なんでかっていうと、はい、過去に映画館ってかかったことないよこれっていう映画が、はいはい、次から次へと上映されてる、うん、でそれがフィルムの状態がいいってことと、あと一番重要なことですがめちゃくちゃ面白いってことなんですよ、うんうんうん。発見することができるんです今。要するにその発見してばっか、あのシネマランキングの時に出ていただいた時に吉さんおっしゃってたのは、その要するに、まあ、新作としても見てると、こっちはもう何も知らない、こんなのあるのかって見てるし、でそれが生涯いきなり生涯ベストになっちゃったり、急がどんどん来ちゃったりとか、来ちゃったりっておっしゃってたんで、それは気づいてない。いつの間にこんなことになってたんだ、なんでだろう、なんでだろうと考えて今日に至って、でもこんなことなんじゃないのかなっていうのがあるんですけど、はい、でもお二方ほどそのまあ例えばその字面上とかではさ、これは大体こんぐらいあるだろうってご存知なものがほとんどだろうと思うんですけど、やっぱりこんなんあるのかみたいな。いやもうね、字面でしか見たことがない映画、はいはい、が時々かかったり、これあるこんなあるんだみたいな、これは面白いじゃないかと、当時のね評論家というのは、まあ、僕の大先輩たちは、はいはい、芸術至上主義、なるほど、社会派であればいい、うんうん、テーマがちゃんとしてればいい、うんうん、でそこにどんなエモーションがあろうと、どんなに
なんかこう美しい女性が出ようと、はい、あまり関係ないわけです。なるほど。でも今は刺さる箇所がいっぱいあるわけですよ、はいはいはい、だから当時はなんてことはない、うん、あの一行で打作と言われた作品も、はい、今見るとイケてるじゃないか。あ、映画史に埋もれ、完全に埋もれちゃってるようなものでも。あ、プログラムピクチャーという言葉ありますけれども、はい、まあ、今の若い人に分かるように言うと、例えば釣りバカ西だとか、はい、男は辛いよシリーズみたいな、はい、決まった方が、お話の方があってみたいな、作家性やテーマ性が全面にあるとか、うん、はい、社会性が、すごく突出してるではないんだけれども、まあ、90分前後で誰にでも分かる映画、うん、はい、量産用に作られてる話というかね、もともとね、要するに、作家でなく職人が作る映画、はいはい、まあ、ざっくり言われてますけども、日本映画の昭和30年代40年代のこのプログラムピクチャーのレベルの高さに最近驚いた。なるほど。当時はプログラムピクチャーもう毎週のように大量生産されてるから、その中でいい悪いいい悪いいい悪いってやってるけど、今の僕らの基準からしたらどんだけレベル高いんだよと。しかも今高橋さんおっしゃったプログラムピクチャー、僕は娯楽映画研究家と肩書きついてます、はい、そのプログラムピクチャーを指すんですけど、うんうん、そのプログラムピクチャーというのは当時は評論の対象にならないわけです。うん、これはいわゆる女性や子供やお年寄りが、はいはい、あのテレビの漫画もない頃ね、うん、を見るかのごとく見るもんだと、はいはい、僕らはそれを語る必要はないというような、うんうん、はい、あの時代ですから、そこにあの監督やキャストは毎回同じものを作っていくときに職人的な技がある、はい、まあ、釣りバカ日誌って連想していただくと自分は分かりやすいんだけど、決まったフォーマットの中におなじみの人たちが出てきて、いつもとちょっと違うことをすると面白かった、はいはいはい、もうそこが重なればから芸になっていくという、まあ、そういうものが大量に作られてたわけです、うん、それをあの自分たちがたまたまこう見に行った時に出会う、その新作と同じなわけです、うん、古いっていう言葉じゃなくて、その人にとっても新しいわけですね、それが、うん、なるほど。古い映画が今全盛期っていうのはまさにそういう、それがもう浴びるように見られる環境が知らなかったっていうことですから、あるっていうことが、この俳優ってこんな良かったんだ、はいはい、若い時、この監督ってこんなに上手かったんだ、はいはいはい、若い時、はいはいはい、しかも1日で、10年20年の間を飛び越えることができるわけです。昭和30年の映画の後に昭和40年の映画を見た同じ俳優さんでも、はいはい、この人はこういう役になっていくの。じゃあ当時は持てなかった視点を持ちながら、しかもフィルムの状態は超良くてというのがもう、はい、豊富に見られると。でプログラムピクチャーである、ということでハードルが低いということ、あのこれは初期編ですから、はい、あのこれから名画座に行くかもしれないっていう人に向けて言うんですけども、あの俺映画ファンじゃねえしなとか、はい、あのそんな40代50代の映画見てきた人と俺違うしなっていうことを全く考えなくていいんですよ。もうだって僕らも一緒にあの初めて見てるわけだから。そうです、ということですか、はい、あの そういう人に、あの映画ファンじゃない人に見られるべくして作られている良質な作品なんですね、うん、ああそうか、元柄が誰が見たって分かるように作られているものなんだから、だけども良質っていうところがポイントなんですね。ああなるほど。いや実僕ずっちゃけそのね、そんなにシーン分かってなくて、今回のためにあの神保町シアターに行ってきたんですよこの間、はい、でまず神保町に入り浸ってた時代になぜこれがなかったんだっていうすごい悔しい思いしたんです。すごいいい劇場ですよね。綺麗で、綺麗です。 THX なんですよね。 THX でプリントもなんかびっくりするぐらいいい状態のプリントでやってて、ピカピカで、でまあそれこそプログラムピクチャーで雪国とか見たんですけど、やっぱその全体のやっぱその撮影とかその水準、美術とかの水準がもうむちゃくちゃ高いから、今これ見るとなんて贅沢な映画なんだよっていう感じで、まあ、今から僕が言うことはその DVD でも借りる、あのレンタルでも借りれる古い映画にも言えることなんですけども、はい、昔って本当に短い映画が2本立てだったりするのが多かったので、はいはい、省略の技術とかですね、はいはいはい、仕草の描写とか語りの効率がねすごくいいんですね、はい、よかったですね。だからあの今の映画見るとやっぱその間延びやたらと時間長くなってるのはその逆にそこがなんか語りが下手になってるっていうのもあるだろうし、うん、あとそれこそ僕ユビー見たら岩下志麻こんな可愛いのか、それなんか可愛いでしょ。もうねですごいエロいんですよ。ユビーには話がまずビンビンでした。もうあのちなみにその宇多丸さんが見に行かれた神保町で今やってる特集は、はい、監督と女優とエロスの風景という、はい、
そういうこういう絵の種類で結構まあ最近のも含めてね、石井隆さんのとかも含めていろいろやってるんです、はい、まあこれからもちょっと全然続くんで、でそれを見てるうちに、はい、僕なんか全然若輩者だから当然見たこともないし、あんま知らないものが多いじゃないですか。だからなんか映画祭に行ってる時のテンションで見たことないやつ全部見たいって感じになってくるんですよ、だんだん。だから日本っていう国の映画を見ちゃう感じね、はい、イランの映画を見るみたいな。あ、はいはい、で全くそう、あの慣れてない種族のものだから超フレッシュなんですよね、なんかね、言葉が通じる外国映画みたいな感じですよ、はい、だから懐かしのっていう懐かしのがいつしか撮れてるのが今のメガザブームの、ね、支えてる何かだと。メガザで例えばすごく名作がかかるときにしても、まあ知ってるやつを勉強しに見に行くって感じだから、そうじゃないんですね今もね、この状態になると、はい、どっしゃどっしゃと知らないのもあるじゃないんですよね、はい、普通の人だったら知らないのだらけ。普通の人っていうか結構な映画通でさえ見たことないのが多いってことですもんね、はい、あ、それとさっきから日本映画日本映画って言ってて、あの海外の旧作がどうなんだっていうことになりますが、これはまた別で、はい、あの権利の問題が最近また変わってしまって、うんうん、あの上映するのが難しくなってしまって、配給権なんだらみたいな、なんか、はい、なので今夜は古い日本映画のみの話になります、はい、ここで言う名画座は旧作邦画と。なるほど、まあ、でも、ね、棚的に言うと旧作邦画と。でもこの上だってさ、5巻映画、日本映画だけで怒涛のようにやってる5巻があるわけです、5個の映画座が、うん、これさらにさ洋画もっていうか世界の映画とか始まったらさ判明してくれっていう、はい、でもあれなんですよね、あのシネマベーラ主演では次の企画はあのコーヒー&シガレッツだとかトラフィックだとかアダプテーションとかこういううまいこと権利を取って上映っていうパターンもあるので、はいはいはい、あまあ気は抜けないんですね、余計ね、気は抜けない。その並列で見れることがすごい大事なんです、うんうんうん、だからそのアンゲルプロスがの特集を文芸座でやります、はい、でもだけど鈴木秀夫特集もやると、はい、でこれがすごく大事で、あの並列に見るっていうことは今の若い人たちにとっては、うんはい、もう昔の日本映画も外国ですから、あ、はい、で今から見れば昔は未来かもしれないしっていう、はい、そういう意味で言うと時空を超えて体験ができる、うん、これはでもね、ヒップホップ世代的な感覚を持ってる若い人は割とすんなり受け入れられる考え方っていうか、まあそうですよね、そうですね、古いも新しいもないよねっていうのが割とヒップホップ以降の考え方だと思ってるんで、はい、なのですんなりいけるんじゃないかと思っております。初級編とりあえずこんな感じですかね、だからなんでそんな状況が激変しちゃったのだろうっていう、はい、私の疑問が評価するのが次の次です、中級編で、はい、では中級編ですね、お話伺っていきたいと。TBS ラジオライムスター頭のウィークのシャップ、パーソナリティの歌丸です、今夜は世界一の映画都市東京に住んでいて名画座に行かない奴はバカだということで、名画座の特集をお送りしております。お相手は放送作家の高橋洋二さんと科学映画研究家の佐藤俊明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、まあ、初級編やりましたけど、5個の映画館のね、スケジュールみたいなの、これ結構抑えると大変なんじゃないのかっていう時に、実は、ね、今年の1月に今目頭らの目の前にあるこのちょっと何ていうんですかね、手書きプリントであれ、あの紙名画座カンペというね、はい、すごいでしょう、手書きですよ。これは今挙げられたその5つの、はい、名画座、新聞芸座、神保町シアター、ラプター阿佐ヶ谷、シネマベーラ渋谷、銀座シネパトスと、フィルムセンター、この6つのスケジュールが、まあ、2月1月分ずらーっと書いてある、手書きで書いてあるという恐ろしい、はい、タイトルと時間が分かる、はい、でこれを持って歩けば東京の名画座を回遊できるわけです。これはでもシルベですよこれね、すごい、まあ、インターネットとかでも要するにこれをまとめて情報であるとこもないですから、はい、そうですっていうことですよね。これでも手書きでなんかプリントしてあるんですけど、これどなたがこれ、これはね、池袋にあるね、あの古本屋に古書往来座というね、古本屋さんがあって、そこのね、方が出しててね、個人ですか、個人でね出してて、しかもこれ無料です、無料ですよね、はい、まあ、ツイッターで言うとね、野茂光さん、のむみつさん、うん、はい、飯田彫子さんが、ね、アイコンの方なんです。飯田彫子さん、ね、若大将のおばあちゃんをやってるははは女優さんがいるんですけど、はい、アイコンの方で、うん、その人が今年1月から始めたんですけど、うん、これが実に便利で、ね、はい、ですよね、これ1個あればっていうことですもんね。あとなんか、チケットを要するにその安、なんていうのかな、チケット年会費とかで会員になったりして、安くなるシステムとかを考察してあったりとか、この名画座はこうしてこうしてこうすると1本あたり445円になりますとか、はいはい、そういったこれいっぱい数見る人にとってはありがた情報が、通う人にはもう遠足の旅のしおり以上だよねこれでもね、野茂光さん完全に無償でっていうか
やってるわけですよ、ね、大事なんですね。あの、もともとは1970年代、こういう名画座がたくさんできた頃に、はい、シティロードとかピアという情報誌がそこから出てきて、はいはい、まあ、ミニコミ誌から、あの、いわゆる情報誌の時代が来ました、はい、情報誌の時代を経て、あの、名画座っていうのが、あの、百花繚乱しつつ、はいはい、あの、またこうフェードアウトしていくわけです。衰退しますよね、はい、で情報誌ももうどんどん、ね、で今インターネットツイッターの時代だし、各名画座もあのインターネットホームページで時間を浅草のね、あの映画館ですらって言い方は失礼なんですけど、うん、出してる、はい、その時代にあえて、はい、全てを統合した紙をする。これね、ミニコミの発想なんです。あで、これね、メディアがこれからね成熟していくね、はい、前段なんですよ。あ、なるほど。これまたまたもう、うん、まあ今も黄金期だけど、いよいよ来ちゃうよっていう、こういうのが出始めたら、ピア創刊の時代にピア廃刊の翌年に戻ってる。それが文化です。あ、面白いな。ちなみに名画座鑑定はこの5つの名画座に置いてあります。無料で、でも人気だから。要は皆さんその見るときはこの5つの映画館を基本的に回遊してるわけだから、要はそのインターネットじゃなくてもその場にいるわけだから、これはゲットするし、でも持ってあちこち行けるっていうことですもんね。でこれ見ながら、あの、ね、競馬予想するみたいにこうやってどこ行こうかとかできる、計画を立てる、計画を立てる、このレースとしてね、はい、うん、これなんかね、あまりに便利だからあっという間なくなっちゃいそうですね、これね。結構争奪戦なんですね。名画座が本当にまたコピーをして、コピーをして、はい、ですよね。ありがたいですもんね、名画座さんにとって。おそらく野々道さんも聞いてると思う。あら、またじゃから入るんじゃないですかね。じゃからので、はい、よろしくお願いいたします。ます。さあ、ということで、昇級編ね、今の名画座についてどういうことなのかをちょっと伺ったところで、中級編行ってみましょうか。あの、ヨウジさんがずっと、はい、なんでこんなことになったのかというね、はい、考えて考えてた疑問がここで評価する、はい、ということになっております。中級編です。ネオ名画座の舞台裏ということで、はい、なぜこういう盛り上がりが起こり始めたのか。あの、映画というのはね、もともと名画座の概念というのは、映画館というのはもう風切り映画だけなんですよ。映画というのは慌ただしく封切られて消えていく運命になる。当時はあっという間に、そう、1週間で2本立てが変わっていく、あ、ね、ね、2週間とかで変わっていく、はい、もう大量にもうどん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 持ってくる。そうすると、はい、あの、まあ、次々新作を見たいというか、昭和30年とかね、はいはい、もっと連続ドラマとか見る感覚に近いんですよね。同じですね、はい、とで、あの、同じ映画を後からまた出すと映画館が怒るわけですよ、映画会社がね、はいはい、あの、じゃあこれヒットしたからもう一回この映画をかけてくださいっていうのはありえない、はい、となると2番館3番館といってフィルムの状態もたくさんかけられて悪くなっていくし、それから、あの、入場料も安くなる、はいはい、でそうすると古い映画は古物って言われちゃうわけ、はい、そういう時代が長かった。映画古いだけで価値がなくなっちゃう。映画会社にとっては、うん、要するに新作だけが映画だったんで、はいはい、ところがそうじゃないだろうということで、昭和20年代の後半から30年代にかけて、銀座の並木座や池袋の文芸座というのができていて、うん、で、まあ、あの、その東京は学生さん多いですから、地方から出てきた学生さんが映画を支えて、うん、あ、いいな、この黒澤明がいいな、小津安二郎がいいな、なんていう時代がずっと続いていくんですけど、はい、80年代入ると、うん、ビデオの時代になっちゃうんですよ。なるほど、はいはい、ビデオの時代で見られるじゃんと、見られちゃう、はい、そして映画会社もビデオを売るためにあんまり映画館に出さなくなる。あ、逆に逆に、はあ、で、もともとは公開当時の状態のプリントですから、30年20年30年経って何回もかけてたら切れてくるし、うんうん、はいはい、あの、どんどん傷がついちゃうし、はい、っていうことで、それがどんどんジャンクされて、うんうん、そうすると見れなくなる、うん、まあ、そういう時代があった時にビデオができて、はい、で、まあ、ビデオに取って代わられるから、映画館が激減してレンタルビデオ屋さんに取って代わられる、はいはい、名画座という名のレンタルビデオ屋さんですら現れるわけです、はい、確かに機能的には昔の名画座ですよね、レンタルビデオって、はい、で、ところが、そうは言ったって僕ら映画が好きだし、例えば社長シリーズとか課題賞だったら全部見たいじゃないですか、はいはいはい、ビデオ全部出てるわけじゃない、あ、そこやっぱりオールナイトでそれを見に行ったりして、うん、まあ、そういう時代があるんですけど、あの、映画館にどんどん曲数フィルムがなくなって、もうこれは組めないなっていうような時代が来た時に、はい、何が起こったかというと、うんうん、そのビデオやレーザーディスクのために、はい、新しくマスターを起こしたと、あ、ニュープリントされる。ビデオや DVD を、うん、そのそれこそ新製品をどんどん出していかなきゃいけないから、はい、じゃああれもこれもじゃあ DVD 化しようかという時に、こんな要するにフィルムをちょっとリファインして、そうなんです、出すという動きが必要とされた。今の映画座でかかる映画綺麗なんですよ。いや、なんか多い。はいはいはい。あ、わかりました。ちょっとここで地震の情報がありました。ニュースデスクの方お願いします。
以上ニュースクです。ニュースデスクでした。言えなきゃ。はい、ということでごめんなさい、変な髪型してしまいましたが、どこまで来ましたっけ。はい、あの DVD 化するので、昔のフィルムをリファインする需要がいっぱい出てきたと。はい、でそういう時にあの、まあ、僕が関わったものでいうと1994年に、まあ、レーザーディスクの時代に、はい、あのこれクレイジーキャッツの、はい、クレイジー黄金作戦という、ね、うんうん、ラスベガスに行っちゃう、はい、2時間37分もある、うんうん、レーザーディスクのチラシが、はい、で、フランキー・サカリさん君も出世ができる、こういう映画をレーザーディスク化した時に、はい、これをじゃあ名画座でかけて、うん、やっぱりフィルムをかけましょう、リュープリントでもできたんだから、まああるんですね、フィルムはあるんですよね、記念さん、あの、はい、大井武蔵野館というね、はい、娯楽映画を中心にやってた映画館で、はい、ロードショー公開、うん、でそれだけじゃなくてそこに監督さんや俳優さんも来てもらって、はい、当時のように挨拶をしてもらうというような仕掛けになっていく、はい、そうするとお客さんがどっと、うん、待ってた人がいるわけですね。でその待ってた人はこの映画をタイトルだけ知ってて見たことがない。ああ若いお客さん。そうです、はい、だからあの 家でレーザーディスクとか DVD を見る前に、はい、スクリーンでそれを見る体験がある。うん、ですごくそれが重要で、はい、それが1994年に、まあ、そういったことで大井武蔵野館で、はい、まあ、メディアの代わりめきにそういう盛り上がりがあったと、はい、時代があって、同時に1990年代の後半に入ると、はい、まあ、スカパーというのが登場してきます。はい、ケーブルテレビで、はい、でいろんなコンテンツ、映画が一番ということで、うん、各社日本映画の旧作を専門にかける放送局が出てきます。はい、ここで何が起こったかというと、たくさん戦前戦中戦後の映画までも放送されることによって、うん、映画の知識とか間口が広がっていくわけですよ。はー、はい、今まで上映するためにはまたニュープリントに、はい、だから毎回そのメディアが新しいメディアが登場するたびにニュープリントを作る需要が出てきて、古い映画をまた揃える需要も出てきて、必要も出てきて、でずらっと揃って、でそれを見る観客がまたちょっと日本古い日本映画に対してリテラシーも育って出てくるというサイクルがあったぞって。そこで多くの人が気が付いたんですね。あのあったんだ、初めて日本映画の古い、まあ、娯楽作品がサブカル化していくのがその時期なんです。あ、それまでは要するに大衆文化としてその研究の対象とかではなく、本当にその場その場で消費されていくものとして作られてたのが、初めてこうちょっとこう何ですかね、小塚の趣味として定着したと、はい、歌謡曲再評価と大体同じぐらいですね、あの感じとしては。映画全体ね、あの今でこそ結構巨匠として扱われてるような人も、あのリアルタイムでは全く作家として扱われてなかったりする人もいっぱいいますもんね。あ、若い頃そういうと思います。まあ、海外の人とかいます、はい、でそういう動きがあって、基本的にはそのさっきから話でプログラムピクチャーの作家なんで、はい、監督の名前よりもシリーズだったり俳優さんの名前が中心ですけども、うん、例えば1994年に三軒茶屋にアムス三軒茶屋という西部の上に映画館があった、はい、ここで鈴木秀夫監督特集っていうのがあるんです。鈴木秀夫、これは重要な今日のキーワードの一つ、鈴木秀夫さん、はい、あまり知らない。東宝のプログラムピクチャーを支えた監督なんですけど、はいはい、その鈴木秀夫さんの作品をあのまとめて上映する本当になった時に、僕らは発見しちゃったわけですよ、はい、こんな面白い映画を作る監督がいたんだと、うんうんうん、黒澤明さんとか、はい、あのいわゆるこう巨匠ではない柳瀬みきおさんとか、今でもね名前はそういう人じゃない鈴木秀夫さんっていう名前を、名前からして名前からして普通っぽいですもんね。芝康樹とか鈴木秀夫っていう監督の作品がそこでたくさん、はい、見たらすごかった、面白いんですよ、はい、千葉屋敷、鈴木秀夫、今日のもう2大キーワードですね。はい、やっぱその名前からしてね、ちょっと見落としてしまいがちな感じあるけども、すごかったと。作家で映画を作ってる時代じゃなかったんです、うん、工業的に、はい。でも実は映画は作家が作ってたってことにこう発見するわけです。それはその後からの視点で、それこそサブカル的な視点を持ってから見直すと、ちゃんとそれあるじゃないかと。あのヒップホップで言うなら、当時の評論家は全然評価しなかったけど、このドラムすごいじゃんみたいなのがあって、でそれで並べていくと、あ、これは同じドラマーが叩いていたみたいなね、表明したりとか、あことですよね。それが脚本家の発見だったり、はい、監督の発見だったり、美術がこの人やってるなとか、はい、そういう発見がね、なるほどなるほど、来るわけです。面白いのはですね、あのメディアの新しいメディアが来た時に、古いコンテンツのそのなんていうかな、リニューアルであり需要が高まるっていう現象が何度も起こるっていうか、これだから、これからも起こりますね、これ多分ね。これはでも絶対あのついて回ることだし、はい、そのことで生き残ってたものがスタンダードになっていくんですよ、はいはい、おそらくは、うん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 、で鈴木秀夫監督作品を僕は20歳の頃になぜあんまり浴びるように見えなかったのでしょうね。
僕は、その当時見ていた鈴木亮監督作品の多分、松本清張の、黒い画集というか韓流ぐらいだと思うんですよ。はいはいはい。そんなにだから作家としてクローズアップされてたわけではないということですよね。やはり名画座でも黒沢成瀬、はい、木下圭介といった、はい、あの巨匠と食いつきのいい作品を流しているっていうのが多かった、はい、まさしく鈴木亮監督の東大なんていうね、1時間の作品があるんです。1時間は本当じゃあ2本立て用にもう作った、はい、あのダイヤモンドシリーズというのがあるんですけど、うん、それとかあの堀川博道監督の琴の爪とかね、うん、こういう千葉靖樹監督のダウンタウンという映画をね、はい、全然知らないです。その三軒茶屋で僕ら見た時に、はい、びっくりした。そこに川本三郎さんとか評論家の方も、ね、先輩も来ていて、はい、来ていて発見するわけですよ、映画を。川本三郎さん級でも発見してる。そうなんですよね、うん、僕は初めて川本三郎さんと打ち合わせをしたのがそのアームスの三軒茶屋の下の喫茶店でしたからね。あ、1990年代でした。それはね、でつまり上映できるプリントがたくさんあるにもかかわらず、なぜか上映されていなかったものに、じゃあ上映しようよ、面白いんだからっていう個人の力っていうのが結集して今の状況になってるんですか。そういうことですね。あのいわゆるセレクション、要するにあの、まあ、目線を持った人っていう、今で言うとプレイリストだったり、はい、あのいわゆるその DJ チョイスの CD だったり、はいはいはい、そのチョイスっていうのが出てくる。これがいわゆる映画館 の、 あの関係者だったり、例えば僕が映画館から相談を受けてプログラムをしたりというような時代がこの90年代から今に至る。ちなみにそのフィルム、そのマスターというかは結構あるんですか、そのどっかにドスンと。あの各映画会社にはフィルム倉庫というのがあって、はい、上映を終えたフィルムが全部あの保管されているですけど、あのさっき申し上げたようにあのもう何回か上映をして、あのフィルムが切れてしまったり、傷だらけになってしまったものはある時期来たらジャンクというか、はい、でそうするとそのフィルムがないわけですよ、うん、ネガは残ってる。ネガはある。でもそれを上映用のプリントに焼くためにはお金がコストがかかる、はい、でそのコストをかかる作業を実は知らず知らずうちに DVD とか CS をあの放送するときにプリントしていたと。なるほど。あ、じゃあプリント、そうかそうか。じゃあ気づいたらプリントした状態のものが、いっぱい揃ってる状態が、お宝があって、でそこに DJ 的感覚というかチョイスの目利きを持った人が行って、今までその文脈では取り上げられなかった才能を、ピックアップして特集上映したりとかすると、で、そうすると我々観客は、あ、こんな監督がいたのかっていう。でその上映が可能になった、新しく可能になったフィルムの数が半端ないってことなんですね。半端ない、もうそれは。あ、何度も言ってるか、俺。いや、でもそういうことですよね。でもその半端ない様子が多分ね、皆さんその全体像として多分つかみづらいと思うけど、本当にあの全然知らないよ、こんなもんばっかりだってことですかね。そうですよね。ゆうたようじさんで。だから僕はその皆さんにおすすめは何ですかってもし聞かれたら、はい、さっきから言ってる新聞映座で2月23日から5日間2本立てを毎日ありますけども、鈴木秀夫監督の作品が上映されますが、上映作品名を言いますと、東大、あのこれはランプの東大ですね、魔子恐るべしの2本立て、旅衆の都花の墓場の2本立て、キャッツを逃がすな脱獄衆の2本立て、悪の階段その場所に女ありての2本立て、不滅の熱球黒いが衆大には寒流の2本立て、うん、ということで、はい、宇多丸さん知らないですよ、ね、全然知らないです。全然知らないです。タイトルを見てもピンとこない。全く、全くです。うん、何の特化がないです。騙されたと思って、映画館に行って、この2本、どれか2本見ると、はい、絶対刺さるんですよ。感じるところがある。鈴木亮さん。それ、はい、鈴木亮監督すごいぞっていうことは、うん、まあ、4、5年前ぐらいから ささやきが大きくなってきたんですよ。うんうん、で、一昨年も、ベーラで鈴木亮監督特集があったんですよ。ベーラ、はい。ほう、またこれで、それで、鈴木亮面白いなってことがあって、その中でその場所に女ありてという映画は割と頻繁に最近上映されるようになった。あちこちで、はいはい、これはどういう話かって言いますと、昭和37年の銀座の広告代理店が舞台で、そこで働くあの女性の広告代理店の社員が、司陽子、水野久美、原千佐子なんですけども、鈴木亮何がすごいっていうかっていうと、はい、ある女優さん、男優さんで他の監督作品に出てる時とはまるで違う芝居をするっていうパターンが一つあるんですよ。それはじゃあちょっと意図的にそういうキャスティングなり演技のさせ方をしてると、司陽子さんはまあ
明るくて可愛いというお嬢さんの役が多いんですけども、ここではまあクールな男勝りの女広告マン、クールビューティーで、ほとんどタバコをこう持ってまあ負けないつかさん吸えないなってすいませんけど、麻雀もします、麻雀もします。まあその意外性のあるキャスティングの部分でもね、アドバタイジングの世界を描いた映画としては、これと、まあ、あの岡本喜八監督のエブリマン氏というぐらい生活しかないんじゃないかというぐらいに、昭和30年代の広告業界に憧れる人がね、変ですけど、はい、あの巨人と玩具もそうですけど、でこれはねすごくクールで、あの昭和60年代の広告代理店が舞台の、はい、エミー賞を何度も取ったでおなじみのマッドメンってありますよね、はいはいはい、あのスタッフ俺絶対その場所に、ね、女あるよ見てると思う。マジですか、そんぐらい、そんくらいです、影響感じるぐらい、感じる人間とかあるんですよね、広告代理店の女営業マンの、まあ、非常なこう世界を描くんですけど、はい、これがハードボイルドなんですよ、トリガーと、はい、でそこがね面白いし、でこの映画が1994年の鈴木亮特集で、上映されて、みんな噂になっちゃった。なるほどね、鈴木亮研究会というのができちゃう、はいはい、できちゃうぐらい、それまで、まあ、全くとにかく研究対象じゃなかったってことなんですよね、まあ、銀座で働く女性が、女性社員が自分のことを俺っていうとかね、はいはいはい、それとか早く渡して、早く早くっていう時にハバハバっていうとか、その時のあこれリアルに当時の流行ってたのかな、風俗なんだろうなみたいなのが、はいはい、そこかしこにこうあってですね、まあだから2月26日日曜日に文芸座で上映します。そんなこと言ったらそれ集中しちゃうじゃないですかそれ。ちょっと混んじゃうじゃないですかそれ。あそうですか。はい、他の作品も本当面白いです。うん。まあそういう風にだからその一人の作家撮ってみてもそういう金脈がドスンってあるぐらいで、当時はだからそれがもう無数にあったわけで。それをどう組むかというね、例えば僕は神保町シアターさんで、はい、あの喜劇映画パラダイスとか、はい、喜劇映画デラックスといって、はい、エノケン、アチャコ、キンゴロウ、クレイジーキャッツに渥美清といった方々の作品をずらっと並べる、はい、これはねもうあの今のお話と違ってタイトル見ただけでも、はい、もうなんかもうお腹いっぱいになっちゃうぐらいおかしそうな、学軍超特急、はい、素晴らしいですね、うん、でそれが面白いか面白くないじゃなくて、はい、当時の人がこれを面白かったなと思って見る面白さ、でもそれ分かる気がしますね、はい、あのギャグとかがさこれがおかしかったのかとかも含めて、ね、面白かったりするし、やっぱおかしいな、やっぱりあの古くなると何でも面白いとかってちょっとあるわけね、価値上がるってありますよね、さっきの僕のハバハバとかじゃないですけども、うん、はい、うわ首都高を作ってるよ今って、はい、あの景色映るだけで結構グッときますよね、渋谷こんなかみたいなね、作りかけの首都高の上で、立ち回りとかあったりしますね、駐車場だったんですね、すげえ、あそうなんですか、高速道路でもできるまでは、へえ、あと銀座で言うならまだあの高速道路ができる前、川があった頃がの風景とか、はいはい、本当に成瀬美京監督作品とか本当に滑車、滑車というか見事に登場しましたね、あの映画というのは実はその意図せずに時代の記録になってるんです、はい、映っちゃいますからね、はい、あの東京の街並み写真集とか、ね、はい、あるじゃないですか、うん、ああいうのをこう見るのと同じように筋なんか頭入れなくても風景を見れたり、はいはい、子供たちがこう何して遊んでるのかを見るだけでも映画は楽しい、なるほど、それは当時の人は当たり前の光景でも今僕らが見るとものすごく新鮮なんで、はい、なるほど、もしかしたらリアルタイムの人の倍は楽しんでるかもしれない、そうか、そうなんですよね、だから今僕らが今普通になんだよクソーとか言って言ってるのももう何十年経ったらもうこれとぶっ飛んでるよこれっていうね、笑えないギャグが回り回って笑えちゃうんですよ、ああなるほど、いやでもあの当時はこれで大爆笑だったのかよ、本当昔のやつが出せんの笑ってね笑ってね笑ってねっていうあるかもしれないけど、はいはいはい、なるほど、特集上映さまざまあっておすすめのもいただきまして、じゃあ中級編終わったところで最後に上級編ちょっとね具体的に楽しみ方、伺っていきたいと思います。 TBS Radio 954、時刻は11時42分です、TBS ラジオライムスター頼むのウィークのシャッフル、今夜は世界一の映画都市東京に住んでいて名画座に行かないやつはバカだとして、名画座の特集をお送りしております、お相手は放送作家の高橋洋次さんと娯楽映画研究家の佐藤俊明さんです。さあということで、まあ盛り上がってるし、もう結構な映画通も知らないような映画とつたりやっててどれ見ても結構面白みがありますよと、いうようなあたりは伝わったと思うんですが、上級編として名画座特集こちら行ってみましょう。名画座の楽しみ方。
はい、上級編。今ちなみにあの名画座についていろいろ言ってきました。ちょっとじゃあリスナーのこの質問メール入れてみましょうか。ラジオネームウィンタースさん、ですね、初めまして、カーボーイリスナーで高橋さんが出演されるので初めて拝聴していますということです。名画座は自分みたいな初心者が入っても大丈夫でしょうか。名画座独特のマナーなどあったら教えてくださいということなんですけど、名画座独特のマナーなんてものはないですね。ないです。普通に映画で守るマナーを、映画を楽しむことです、うん、映画を見に行くことです、はい、それで十分だと思います。うん、まあ普通のね、携帯電話流さないとか、それ寝に行ったり、はい、メールをしたり、はい、電話をねしたり、はい、領収書を見るっていうね、ありましたけど、はい、そういうのはやめてください。まあ普通ですってことですよね。で、あの各銘柄に行きますと、この、例えば今ラピュタでやってるんだったら、記者物語ペンにかけるっていう事件記者の扱った映画を各種集めてるんですけども、こう、あの、わかりますかね、雲くくりだけでもやっぱりいいですね。この同じ半径のチラシがあるんですけども、はい、これをまずまあゲットしてですね、チラシがまた結構で、ね、読んでるだけで結構ワクワクしますよね。この編集の技が、あの編集力が、エデュリアがすごいレベル高いですよね、はい、つまり1本の映画につき短い文章で、はい、こう紹介してあるんですけど、120字とかマックスなんですよ、はい、僕もよく書いてるんですけど、はい、これは楽しいですね。もうこの映画のどこがちょっと見てほしい、押しどころかっていうか、要はあのお客さんに来てもらわなきゃいけないわけですから、はい、そうするとどこにあの食いついていただくかというようなことを考えるのは、実は書いて楽しい、はい、なるほど。例えばね、こういうことです。あのこの文章を読んで面白そうだなと思ったら行けばいいということなので、はい、一つ例に出して紹介しますと、はい、去年名画座サスペンス劇場、銀座シネパトスでのこれチラシですけども、1958年の丸林久信監督の奴が殺人者だという映画の紹介を読みますね、うん、麻薬密売人の殺人事件を追う刑事土屋義雄、中丸忠夫、麻薬取締官石原、佐藤誠はおとり捜査で密売組織に潜入していた。ここからすごいですよ。薬中の殺し屋、天本秀雄の禁断症状に注目ポイントですよ、はい、ポイントをどう抑えるか、はい、なるほどなるほど。でね、あ、面白そうなって言ったら、はい、もう泣きそうになっちゃって怖くて。あ、どうなんですか。すごいですね、あの芝居。怖いですよね。あの天本秀雄の薬中演技が怖いこういう芝居をしていたから死神博士になるわけです。あ、今はそういう楽しみ方ができるわけです。逆にその死神博士がやってるよっていくけど、なるほど、これがプロトタイプだったかぐらいの感じに。あ、で、まあ、何がきっかけでもいいんですけれども、一本いきますよね、はい、そうすると次のものにつながることを発見してるんですね。例えば、うん、あ、今日の歌村さんだったら、若い頃の岩下島綺麗だな、確かたらもうちょっと見たいなってなりますよね、はい、あと俺雪国をみんなどうやって映画化してきたのかで、雪国並べてみたくなりました、ね、そういうのもありますね、はい、あの本当に同じ題材とか、はい、あと時代劇でいうとプリベヤスベとか、同じキャラクターがどう他の人で違うかと、はいはい、物語で違うかの楽しみ方、ね、時代の扱い多分ね、50年代40年代と60年代全然違うでしょうしね。で、私は、妻も同じように名画座通いをしていて、あのそれぞれ別々にこう行ったりするんですけどもあの映画どうだった、面白かったみたいな話をするんですけども、はいはい、俺がどうしようかな、見ようかな、これと思っていた映画があるんですけども、うん、あ、熱海が出てくるよっつったら、あ、じゃあ行くわっつって、あ、熱海が出てくるなら俺行くとかさ、なんですよね。なんかその周りの自分のポイントでいいんです、はいはい、だから車が好きな人は、はい、あのその車を見るクラウンが出てくるとか、はい、あの初期のダットさんが出てくるとか、それだけでも見ちゃうし、確かに、あの僕なんかは服とかでもね、余談ですけど、はい、若大将シリーズとかクレイジーキャスティングが出てくる車をミニカー化する、あの東方名車座シリーズというのを、ね、あのタラトミーさんと、ね、作ったりしてますから、ね、なるほどなるほど。でそういうことなんですよ、はい、時代も、うん、あの空間も自由自在に、はい、超えることができる、好きな時代を行き来できるのが俺たち未来人だ。そう、はい、あのまさしく覗くことが、昭和34年の東京が見たければ昭和34年の映画を見ればいいんですよ。タイムマシンあるじゃんってことですね。で日本立て1回行ったら点が2つですよね、はい、で1個ずつこう点が増えていくときに自分なりの過去の日本っていうものが形成されていくんですけれども、はいはい、でね、通っているうちにね、俺は昭和35年の住人なのかもしれないって思っちゃう時があるんだよね。合う、俺は昭和30年合うなっていう感じがする、はい、あのフィットするんですよ。だから映画がサスペンスとかコメディとかジャンルじゃなくて、はい、そのディケードで見る、はい、その年で見るという、ね、時代の空気感みたいなもので、そうそう、でしかも、5社プラス日活っていう映画会社が6つあったわけですけれども、はい、
東方の描き方っていうのと東映の描き方は全く違うし、会社ごとのテイストの違いを楽しむっていうのもあるんですよ、はい、で僕は大体人間っていうのはその映画会社に全部例えられるんじゃないかと思って、ほうほう、はい、あの人は松竹っぽいねとか、はい、歌丸さんは東映と新東方ミックスしてるな感じ分かりやすいのは、はい、ヤクザ映画、同じヤクザ映画でも、はいうんはい、東映のヤクザ映画は高倉健さん、文太さんも、うん、もう親分のため、組織のために自分の命を賭して、うん、ね、相手の悪いやつをやっつけて、はい、死んでも構わないと思う、はい、でも日活の渡里哲也さんとかは、はい、恩義になって親分が殺されたことは嫌だけれども、うん、自分が今ここにいたら愛する松原千恵子さんとか恋人のためにならないし、うんはい、自分の幸せにならないから、うんうん、つって個人のために戦うね、組織のために戦うのが東映だとすれば、個人のために戦うのが日活みたいなことが同じ役ぜでもある、はいはい、これを見て色分けを自分の中でできるようになると、はい、もうあなたは映画です。もう要するにマッピングが自分の中でマップができるわけですね。東京のサスペンス映画に出てくるヤクザはお金儲けのことばっか考えてるとか、そういう感じになります。そうね、そういう感じ。ああ、なるほど。そういうのがこう昔のものでも見てるとだんだんこうできてくるという、地図ができてくるということなんですよね。はい。あと何かこうありますか、名画座とかいうとね、はい、僕は、まあ、先週も、池袋新聞芸座で、はい、八草薫さんとトークショーさせて、あ、特集上映は、はい、ね、割と映画館で、はい、いろんな監督さんとか、はい、俳優さんとトークをさせていただくのは、まあ、この十数年間多いんですけど、そういった方々は実はそのトークのためだけに来るんじゃなくて、はい、自分の特集上映にこの間も八草さんが伺ったら、はい、プーさんという作品を事前にこっそり見に来られて、はい、客席に座ってるんですよ、プーさん、はい、で当時 の、 役者さんも監督さんも実は自分の作品がかかっていると、はい、割と普通に今映画館に見に来られてる方多いです。あ、私がですね、神保町シアターで、さっきから名前が出て大好きな千葉靖樹監督の、はい、二人の息子という映画を見に行きました。二人の息子というのは、宝田明さんと加山雄三さんが兄弟で、うん、明るい話かと思うでしょ、はい、まあ暗い貧乏な昭和35年56年ですかね、もうとにかく37年、はい、お金に困ってる人間しか出てこない、はい、でいがみ合ってる、うん、で交通事故を起こしたりなんかで、なんとかかんとか映画は終わるんですけど、はい、なんとかかんとかで、それで今日歌丸さんの神保町シアターで面白かったなと思って階段トントントンって行ったら、はい、なんか人が止まってるんですよ、うん、で背の高い人が立ってるんです、はい、宝田明さんだったんです。わーすごっ。それで明さん別にトークショーも何もないのに見に来てらして、はい、で特に何かスピーチ的なことを用意してない感じがその佇まいになったんですね、うんはいはい、もう言葉は少なに、あ、今日は、尊敬する千葉靖樹先生の作品を見ていただいてありがとうございました、パラパラパラな拍手を15、6人ぐらいのことでしょうかね、はいはい、あ、宝田明って気がつくって帰ってしまった人もいるんですね、はいはい、で、とってもこう現代にも通じるような話だと思いますみたいなことで、ありがとうございました、はいはいはい、夢のような すごいですよね。さっきまでスクリーンで見てた人が時空を超えて、しかも同じ映画を見るという、はいはい、要するに、うんうん、寂しも脱いで、はい、映画というものを共通のそのわけとして見てるわけですよ、うんうん、共通体験なんですよ、その俳優さんにしても監督さんにしても、はい、その頃の自分をもう一回見るという、そのなんか優しい時間が流れるわけですよ、そこに。あ、なるほど。それはもう行かないと、上映期間に。それと家で一人でモニターで、はい、DVD とか、はい、見てるたら分からない他の人のリアクション、あ、ここで笑うのかとか、あ、ここの人ハッと息飲むとか、この人はこんな面白いところ寝ちゃうのかとかね、あ、いろいろあるじゃないですか、はいはい、そういうことも含めての映画館で映画を見る体験、はい、これはね、やっぱり、はい、一本二本重ねているうちに気がついたら目が回遊してるわけですよ、はい、僕今週まだ2本しか見てないですけど、なんかその映画祭に行ってる時のテンション的な、この特集上映、じゃあその行ける限りコンプリートしたいもんだなみたいな、この機会ないといつ見られるか分かんないしみたいな感じしてきましたもんね、うん、なんかランダムに見ただけなんですけど、あ、でもランダムでいいと思いますよ、うん、すごい面白かったね。大事なことはランダムに見るということがすごく大事で、うん、映画史にのっとってとか監督の作品を、はい、年代順に全部見るとかそういうことじゃなくて、はい、自分が面白いなと思うものに出会う、はい、そのためにはもしかしたら予備知識はいらないのかなっていう、うん、いや、むしろそうでした。だから溝口がこうだからって言った方より、まあ溝口も良かったですけど、いや雪国こういう、で、岩下氏も
うわエロっていう大収穫でしたね、それ本当に。そうなんですね。で今日は勢いその、東宝映画が多めになりましたけども、はい、東映映画の70年代のエログロの、うん、作品群もまあこれもあの映画秘宝とか大好きな人、はい、切り株映画とか大好きな人がたまらない牧口監督の一連の、牧口雄二監督の、うん、大残酷者なんだけども哀愁がある、なぜか哀愁がある残酷者を得意とする牧口監督作品っていうのもありますし、はい、それは特集上映が特集これラピュタであったんですけど、はいはい、あったりとかあったりとか、あのでたまたまそれがトークショーに無事当たって牧口監督のお話聞くことになったりとかですね、そういうこともあります。なるほど、まあ、じゃあとにかくど、まあ、じゃあ、まあ、ランダムって言ったんで今さっき挙げた、とりあえず5つの映画館で、まあ、じゃあ近々のおすすめみたいなあたりをじゃあちょっと伺って、ぜひちょっとそのあたりを入り口にね、はい、ハマる人をさらに増やしていければという、あの僕はいいですか、はい、明日時間がある人は明日あのシネマベーラ渋谷のね、渋谷シネマベーラで今二郎長三国志牧野レアモノ傑作戦ってやってるんですけど、はい、ここでねおしどり歌合戦というね、はあ、はい、あのミュージカルですよね、DVD も出てますけど、出てますけど、はい、これはみんなと一緒にね、あ、そうですね、笑ってね楽しい映画ですね、歌を覚えて帰ってくださいと、はいはい、ビッグミネさん、ほれほれ石川晴夫ちゃん、はいはい、ほれほれほれこの茶碗を、はい、ちゃんちゃん茶碗を、なんならもう合唱しちゃっていきますかという、はい、そして、同時に明日はあの怪盗一の暴れん坊といって森重久さんが森の石松を演じた次郎長三国志シリーズの第8部最高傑作、ほうこれはねぜひご覧いただきたいなと。なるほど、シネマベーラこれで混んじゃったら迷惑する人出てくる、大丈夫ですかねこれね、皆さんねぜひぜひ、はい、はい、私は、さっきからラッキー阿佐ヶ谷という名前が出てますけども、ラピュタ阿佐ヶ谷の今記者物語ペンにかけるというのでですね、こう真面目な映画が並ぶ中、2月22日水曜日から28日火曜日まで上映している東京オリンピック音頭 恋愛特ダネ合戦というですね、はい、昭和38年の、監督音楽担当が大見と城っていうですね、はいはい、大見先生ですね、はいはいはい、サブドモ戦、ね、どんな映画ですかね、舞台はオリンピックムードいっぱいの東京、来日選手の徳田根を狙う新聞記者2人の競争ぶりとこれに絡むミスオリンピックとの恋愛騒動、橋幸を10神楽坂、これは浮彦さん、浮彦、平尾正明などビクターの花形選手が顔を揃える火曜娯楽編、そうでしょ、東京オリンピック温度でしょ本当は歌は東京五輪温度ですか、はいはいはい、スレスレですよなるほどなるほど、はいはい、東京五輪温度っていうのはあの日活映画になってますね、あ、なんかじゃあもうすでにちょっと自由に乗ったパチモン感もありつつ、それが大見敏郎先生の美学です、はいはい、あと話聞いてるだけでうわチャラチャラした話だ当時のもう最高級チャラチャラをとりあえず堪能することもできるっていう、で当時誰も意図、制作者が誰も意図していなかったポイントですごく面白いポイントも発生してるに違いないと思います。そういう視点が持てるとそれにあれですね、今の現行の映画もなんか楽しめそうな気がします。それこそモテキは時代のあれを切り取ってるからっていうね、はいはい、おじさんおっしゃってたけど、あれ何十年後か見たらそれはね、こんなかって思いますもんね。日本無線時代と並んでみてきっと未来の若者が笑うでしょうね。ああ、なるほど、そういう視点もいられるかもしれないですよね。はい、といったあたりで、伺ってきましたが、ではお二方じゃあちょっと大事な告知等あったらお教えください。はい、じゃあ私はあの3月10日の日にね、はい、第23回調布映画祭、調布映画祭日活創立100周年特集で、うん、実はあの倉原小吉監督の終焉という作品と山本幸男監督の戦争と人間第一部、今長い間上映するんですけど、それに先立ちましてなんと朝岡瑠璃子さんと私でトークショーをですね、3月10日の14時40分から調布で行います。若い時の朝岡瑠璃子さんまたものすごい可愛いですね。あれこそ今全然通じる可愛さもうすごいですね、美しい。この終焉という作品は後に山口百恵さんの炎の前という作品になるんですけど、へー、まあそういう楽しみ方もできる、はい、またでもそれもつなげて見たくなっちゃってもね、比較とかしたくなるという。それから4月の7日
今初めて話しますけど、はい、東京は葛飾柴又の帝釈展の中で、はい、男は津大院柴又帝釈展というイベント第2回なんですけど、院柴又帝釈展の中で、はい、戸田さんの映画をかけて、もう私がトークをしつつ、はい、なんとじゃんけんで勝った人は帝釈展の金がつけちゃってですね、そんなねイベントがありますので、これね、映画の上映なんかできるんですね。もうね、いろいろと広いところあります、ね。はい、先ほどね、おっしゃったようにその映画を見ること自体がその例えばそのもう映画の世界そのまま共有してるのまさにそれですよね。ですから映画皆さんをね柴又で見るということがもちろん大事なわけですよ。映画見て出たらまだ映画の中ですもんね。なんか俺大丈夫かなみたいなもうなんかミュージシャン的に言うとね、アビーロードスタジオで録音したとかね、はいはいはい、メンフィス行って録音したみたいな、そういう感じですよ、はいはい、映画ファン的に、うんうんうん、柴又戸田さん見るということ、中に、ね、ビートルズの一人になっちゃいますねそういう瞬間ということですもんね。で詳しくは、今月末に、ピアさんのサイトで発表されますので、はい、男は津大王柴又帝釈展で検索していただければ多分、再来週ぐらいには発表になっていると。はい、佐藤さんお知らせでした。はい、洋次さん何かありますか。僕は特にないので、名画座で爆笑問題カーボーイを皆さん聞いてください。ぜひぜひ、はい、火曜ちゃん、はい、そして名画座うろうろしてるとこのお二方に確実にやりますよね。だってね、ある程度会議してるのはお互い見知った観客とちょいちょい会ったりとかって、あ、井口昇監督よく会いますね。あ、だからやっぱすごいんですね。やってる人はやってるんですね。もう10年20年以上映画館じゃないと合わない知り合いって言いますね、はいはいはい、どこに住んでるかもわからないけど、なんかそんな話聞いてると悔しくなってきましたので私も勉強させていただきたいと思いますということで、世界一の映画都市東京に住んでいて名画座に行かないやつはバカだ特集をお送りしました。高橋洋一さん、佐藤俊明さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。